どうもバンです。さてデリーキックトゥーゴー夜の部、開始となります。今 GoPro Hero 6 の撮影を型に乗せるスタイルでやっております。これをバン TV 流にはですね、目玉親父撮影と申しております。朝の部でね、目玉親父撮影をやっていたんですけれども、おっと後ろからピッと鳴らされた。特に問題ない。さて、型に乗せるやり方ですね。この目玉親父撮影なんですけれども、朝の部ではね、盛大にね、水平がね、傾いていたと思います。でね、アタッチメントをね、組み合わせまして、この水平をね、補正してみました。もちろんね、ジンバルがあればこんなものは自動的にやってくれるんですけども、残念ながら、今ウェアラブルジンバル、肩に乗せたりとかもできるね、非常に小型の、ジンバル、これがですね、今修理中でして、今手元にはありません。で、修理の状況ですけれども、メーカーの方からね、連絡がありまして、でとりあえず送ってくださいと。で送っていただいた上で、優勝無償というのをですね、判断させていただきますと、いうように、いやそこまで言及してなかったな、とりあえず送ってくださいというようなね、連絡を受けました。おっと黄色信号ですね。で、まあ、そんな状況なんでね、これ幸いじゃないですね、ここ1週間2週間どうなるか分かりませんけれども、せっかくなんでね、ジンバルのない、ウェアラブルカメラスタイルをね、いろいろ実験をしているところです。でね、目玉親父撮影、このね、スタイルもね、もしかしたらうまくいくかもしれないというふうに思いますよね。ところがですね、アタッチメントをね、この辺にね、ごちゃごちゃ組み合わせた影響もあってですね、今ちょうちんあんこう撮影も併用しています。このちょうちんあんこう撮影というのはどういうことかというと、もうこれね、GoPro で盛大に映ってると思いますわ。あのね、ヘルメットからアームが伸びてね、で、自撮りをするというのがちょうちんあんこう撮影と、バン TV では申しておりますけどもね、そのね、アタッチメントがね、逆に不足しちゃったんですね。アタッチメントを移植した都合上なので、ちょうちんあんこう撮影のカメラ、このソニーの AS300 ですけれども、45度ほどね、盛大に傾いてますね。これはね、ひどい映像になってるんではないかと。でしかもですよ、この AS300 というカメラはですね、空間光学手ブレ補正というね、機構を搭載しています。これはもちろんね、上下逆さまになってもいいんですけれども、45度傾けた状態でね、このような手ぶれの多い環境で、どのような映像になるのか、これはちょっと想定できないというか、でもうまくいく可能性もありますけどもね。ただ、あんまりいい状態の、撮影ではないのは確かです。ほんまはね、こうすればいいんですよ。首を傾けばいいんですよ。ところが首が傾いてしまうと、ね、今度はね、でもそうすると、首もだるいですし、安全上も問題がありますしね。で、顔の向きは、ヘルメットとつながっているんでね、変わらないということになるわけですね。でね、 GoPro の、ね、アタッチメント、これね、非常に面白いんですけれども、 GoPro 自体に三脚穴がないことが、一つね、ネックになっておりまして、このちょうちんあんこうの自撮りでね、もう分かる通りですね、おそらくね、この GoPro の映像はね、結構揺れてるんじゃないかと。 もしかしたらうまくいくかもしれないですよ、知りませんよ。でもね、多分揺れてます。なんでか言うたら、あのね、地上光が上がっちゃったんですよ。ちょっとこう慎重にいきます。つまり肩からね、 GoPro までの距離がおよそ10センチぐらいになっちゃったんですね。これはアタッチメントをね、組み合わせて斜めの補正をする必要が出てきて、でそのためにね、このようなアタッチメント構成になってしまいました。おそらくね、ダメなんじゃないかなというふうに思いますね。やっぱりね、意外と良かったのがヘルメットマウントですね。ヘルメットのてっぺんに乗せるということは、首でね、
首っていうのはあの一種のスタビライザーだとバーン TV はね申しております通り、ある程度首の上から、特にヘルメットとかに乗せたらですね、スタビライズ機構、つまり手ブレ補正機構がね働くんではないかというふうに思いました。で実際やってみたところね、まあまあ普通にこう、キックしていない時だったら普通にスーッとね、移動映像が楽しめましたね。でねこのヘルメットの上に乗せた時のねメリットもう一つありましたね。あのね結構見晴らし良いドローンとまでは行きませんけれども結構ね空中をこう表現できたんじゃないかというふうに思います。さて、お地蔵さんチェックポイントとなります。こんばんは猫ちゃんもこんばんは。さて、ガラッとね、話を変えさせていただきます。パイロットフライアドベンチャーですね。やっぱりね、ホットな話題ですよ。でねこのアドベンチャーにね、ある程度こう習熟した上で今週末のね、撮影に臨みたいという思いはね朝の部でもお伝えしたいたしました。でねアドベンチャーを操るにあたりましてですね他にもねいろいろね細かい気づき等がありましたんでね、そこをお伝えしていければと思います。まずそのジンバルの持ち方ですよ。これちょっと前にも触れましたけれども、なるべくこうジンバルの、幼軸の根元を持つ、これがですね、まあ、心がけてはいるものの非常に、ね、厳しいんですよ。どうしてもボタンがこうボタンを触ってしまう。で、ボタンをですね一切無効にするようなねシンプル BGC 設定をですね試せばいいんですけれども、ちょっとそこまでねまだ届きたてということもあって出てできておりません。それはもう単なる理由ですね。だってアドベンチャーはもう買ったのはね先々月ぐらいなんでね、本当はもっともっとね達人のアドバイスの通りですねシンプル BGC をいろいろごちゃごちゃいじってというのもねやりたいところであるんですけどね、やっぱりねいきなりシンプル BGC ごちゃごちゃやってるよりもまずは課題形成してから、そして、それからというふうにね考えております。おっとここで焦ってはいけない。さてやっぱり、こっちの方のね道に来る癖がありますね。まあでもこれでもいいか。細い路地はね結構交通量じゃないや、人通りも多いんでね。で実はここにもお地蔵さんあるんですけどもね、ここのお地蔵さんね実はちょっと馴染みがありません。お地蔵さんはしごしてもねなんかどうかなというところがありましてね、まああそこのお地蔵さんは金がありますんでね、でそれがちょっとこう一つのこうなんていうんですかね、自分のこう操作にこうしてで音も鳴ると、でその音もね、あそこ結構静かなんですよね。でそこで、一つのね区切りというところをね表現できてるんじゃないかと、まあ、いうふうに思うわけですね。さて、あとですねサングラスなんですけれども、今ねデイリーキックということでサングラスしています。夜の部はねもちろんしませんけども、このくらいの時間でしたらね、あとそれから今日の朝もね結構ねもう日差しが照りつけておりましてですね、非常に眩しい。でサングラスはねこれからも併用していこうというふうに思います。必然ですこれは。さて、一旦この辺りで区切らせていただきます。はい、どうもです。デイリーキックトゥーゴー、夜の部、後半開始となります。さて、ヘルメットマウントの、ね、頭頂部にねありったけのアームを取り付けてで、撮影しております。おそらくね地上高は2メートルを優に超える、ちょっとしたねドローンっぽい映像になってるんではないかというふうに思うんですけども、ジンバルがないんでね盛大にぶれてる、かと思います。さて一体どのような映像になってるのか、これはもう自分でも楽しみなんですけども、まあおそらくこのような撮影は最初で最後
あまりにも異質すぎる、知り合いがもし近くにいたらどう対応しようか、どう反応しようかというところでね、もうこの辺りでやめとこうかというところですね。はい、次の信号まで行ったらね、もうちょっとこれは自重しようというふうに思っておりますけれども、この移動映像、これはね、やってみたかった。で、できればね、ジンバルがね、元に、帰ってきたらですね、もう一回やってみたいなという思いはあるものの、さすがにね、これはちょっとね、具合悪いかなというところもあるんでね、ちょっと自重しようかなというふうに思っております。さて、パイロットフライアドベンチャーの話をね、続きをさせていただきたいところなんですけれども、おっと、もうちょっとこれはね、この辺りで、自重いたします。カットカットカット。それでは一旦失礼。